皆さんこんにちは。インスパイの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、テレビの将来のことについて考えてみたいと思います。今ですね、YouTube だったりとか、ライブ配信などが出てきまして、果たしてね、テレビが生き残れるのかっていうことに関しては、いろいろとですね、議論されているところですし、私も今、長岡造形大学と授業の中でもですね、そういうことについてよく話をしてるんですが、実はね、いっぱいやることあるんですよっていうことで、今日お話ししたいと思うんですが、こちらをご覧ください。はい、テレビが生き残る提案10ということで、見ていきたいと思うんですが、まず一つ目ですね。これつい先日も動画の中でも話をしたんですが、録画しても見たくなるコンテンツというものです。これよくね、録画してみ、見たいコンテンツの上位にですね、ドラマと映画と、そしてエンタメっていうものが入ってるんですね。で、なんでこれを見たいかっていうふうに考えた場合に、例えばですね、スポーツ番組って、録画して見たくないんですよね。なんでかって言ったら、もうネタバレされちゃうから。結局その SNS を見てたら、自分が見たくなくても、どっちとどっちがやって、どっちが勝ったとかっていうことが分かってしまいますよね。あと、ニュースなんかに関しても、ニュース見なくたって、もう情報って流れてきちゃうんですよ。だからわざわざニュース番組見なくたっていいわけですね。なので、ニュースとか、音楽もわざわざ見なくたって、音楽は聴ける方法があるわけですね。こういったものではなくて、ネタがバレないものっていうものですね。で、やっぱドラマなんですよね。なので、これに関しては、録画しても見たいと思うものなんですね。だから、それはテレビとして、生き残ることとして、一つあると思うんですね。これがまず一つ目です。そして、二つ目です。テレビで、映画を見るよりも映画館で映画を見た方が感動するのはなぜかということです。これ同じね、ものを流してたとしても、これね、映像がね、同じも流したとしても、画面が大きいから感動するんじゃないんですって。これ僕もね、つい先日聞いて、なるほどなと思ったんですけど、人間というものは今まで、例えば本とかですね、こういったものも同じなんですけど、本を見るっていうことは、光を反射して、反射した光を認知して、文字として認識してるわけですね。ところが、電子書籍っていうものは、文字自体が光ってる、光ってるものを認識してるので、反射した光を読んでるのか、文字が光ったのを読んでるのかっていうのは違うので、これが、電子書籍が流行らない一つだっていう話を聞いたんですね。で、これ、テレビと映画も同じで、映画って、光を映してますよね。映写して、それを見てますよね。で、これって、今まで、人間が見てるものと同じなんですね。光を反射して見てると同じ感覚なんだけど、テレビっていうのは、テレビが発してる光を見てるじゃないですか。なので、そもそも、人間が見てるものと映画っていうのは違うんだって話なんですね。なので、ここから何をすべきかってことなんですけど、テレビは、どんどん映画しろって話なんですね。例えば、今までは、映画を、映画をテレビで流したりっていう形になってますけど、テレビ番組を映画館で流せばいいってことなんですね。例えばドラマもね。例えば連続ドラマを映画館でしたら、もしかしたらわかんないけど、十何回連続映画館に毎週買わなきゃいけないかもしれないですよね。これは、やっぱり映写してるのを見るっていう感覚が違うんだっていうこと。しかもね、大画面だし、みんなと一緒に共感しながら見ることができるので、テレビの放送をどんどん映画館で流せばいいんですよね。なんなら、テレビ局が、映画館を作っちゃえばいいと思うんですね。自分たちの地元の街に。これが、2番目の提案ですね。で、3番目、テレビを見たくないのではなく、テレビが見たい時にないだけ。これね、本当に大きいんですよね。つまり、テレビっていうのは、自宅についていて、そして、今、ワンセグが、携帯がなくなってですね、スマホになったら、特に iPhone の方なんかはテレビをですね、スマホで見ることができないわけですよ。で、Android の方だって、テレビをね、見れない人もいるわけですよ。そんな中でですね、テレビを見たくないんではなくて、みんなが忙しくなったりとかしている。だから、スマートフォンで、もしくはタブレットでも何でもいいんですけど、テレビの、端末で見るってことじゃなくて、別の端末で見る機会を与えましょうねっていうことね。それが映画館であったり、
そして最も重要なのがスマホだということですね。これをやりましょうということです。で、続いて4番目にありますのは、ラジコができるならテレビもスマホアプリで配信すべき。まさにね、同じなんですね。スマートフォンのアプリで見れるようにするってことは、例えば別にこれはブラウザーで見ればいいわけですね。ブラウザーで見ることもできてもいいんだけど、それを、ブラウザーで見ることもいいんだけど、アプリで見た方がなおいいよっていうことを訴えればいいわけですね。何がアプリがいいかって言ったら、プッシュ通知ができるっていうことです。そして、自分たちの、いわゆるお客様っていうのをですね、一元さんも見ることできるけど、一元さんじゃなかったとしても、アプリだと、自分のね、アプリに登録している人が何人、ダウンロードが何人ってことはわかりますよね。それをすべきだということですね。そして、これね、すでにラジコがやってるんだから、これ一つの民間企業がやってるんだから、で、これに対して、今ですね、国も、ラジコを応援するような流れがあるんで、だったら、民放がね、全員が一緒になってやるのは多分もう無理だと思うんですよ。TVer がうまくいってないんで、TVer で全員がね、番組配信することができないんだれば、それぞれの民放局が自分たちのスマホアプリで、情報をね、リアルタイムに流すっていうことを始めるっていうことはすごく大きいし、これはね、ここまでは無料版でやったとしても、例えば有料版は、月数百円でいいから、有料版にしたらね、過去の番組を見れる。アーカイブが見れるってね、やっぱ大きいですよね。で結局、アーカイブが見れるって言って、過去の番組全部検索して見れたとしても、そんなにね、見てる時間って結局ないんですよ。だから、過去のコンテンツっていうのももったいない、せっかくお金かけてもったいないからって言うんだけど、だからって全部見るような暇な人いませんから。だから、結局、その部分を数百円ね、取ることができれば、これ毎月だとしてもですよ。例えば月、1年間に1000円取ることができたとしたら、1000円かけ、例えば日本の人口の1割の1000万人が入ったとしたら、1000円かけ1000万っていくらですか？これ100億ですよね。なので、その収入があるわけですよ。なので、それ以上はあると思うんですね。その課金のレベルを、例えば、1年以内見るんだったら100円とかね、2年以内だったら200円とか、わかんないけど、そういうような、課金のレベルも作っていけば、見てもらえるということができると思うんですよね。はい。そして続いてはこちらです。参加型番組とドラマ中の生放送で感じた視聴者の引き付けって書きましたが、これ先日ですね、ラストコップという、ドラマがあった時に、僕が感じたことなんですけど、すごいなと思ったのは、連続ドラマの最終回が生放送があったと。で、これね、過去にもあるんですよ。過去にも月9でも、いろんなとこでも生放送を最後にちょろっと入れるっていうのがあるんですが、この番組が面白かったのは、その生放送をしている時に、特にね、唐沢俊明さんが、非常にアドリブが好きでですね、そういうアドリブのようなことをやったことによって、佐々木希がですね、唐沢さんって言っちゃったというね、ドラマなのに唐沢さんっていう名前を言っちゃったっていうことも、グダグダだったわけなんですけど、その辺も面白かったし、あとは、その番組中に、唐沢さんがこの後ね、なんか死ぬのか生きるのかみたいな、選択を、D ボタンで募集したわけですね。で、それでみんなが、死にたくないと言えば死にたくないという結論になるし、死にたいは死にたいになるというものですね。この、ユーザー参加型にしたことによって、これ録画で見ても面白くないじゃないですか、それを。なので、やっぱり生放送ならではだし、当然ネタバレはない。結論は分かってないわけですよね。なので、そうすると、視聴者は引きつけられて見るなっていうことを、今回感じたんですね。このようなことをですね、今 D ボタンの参加って非常にやってるんですけど、でもそれは、参加するだけじゃなくって、結論がね、決まらないようにしなきゃいけないんですね。このような工夫も面白かったと思いますね。そしてですね、続いて、SNS のシェアで知ったとしても、最初から番組を見直せるか。これYouTube とかのですね、ものとかでも、例えば、ライブ配信をやっている、LINE ライブとか、Facebook ライブとかでもそうなんだけど、例えばライブをね、まさに今放送してるっていうのを見たとして、それをシェアで知ったとして、生で見れたら、ラッキーなわけなんだけど、それを生で見れなかった時に、最初から見直すってことができますよね。そのアーカイブが残るので、なんだ、途中からじゃんと思って、もう30分終わってるじゃんと思ったとしても、途中から見てもいいし、最初から見直すこともできますよね。で、テレビってそれできないんですよ。
だから、その、きっかけとして、生放送をすることによって、さっきのように SNS でも流れていれば、SNS で、生でね、見ることもできるんだけど、あ、これを最初から見たいと。だから30分ね、もう始まってたけど、30分遅れで最初から見たいっていうことができるようにするだけでも、テレビって見られると思うんですね。で、あとは、その番組を最後まで引きつけるような工夫をさっき言ったようなことをしていけば、またそれでね、違う要素もあると思うんですね。このような要素が入ると、テレビは見られる。結局、テレビを見てないんではなくて、みんなが見ているものが SNS だから、SNS からテレビに誘導する道を作らなきゃいけないときに、課題になるのが、その録画番組と、スマホからすぐ見れるのかっていうことと、最初から戻って見れるかっていうこととかが出てくるわけですね。そしてですね、続いて、テレビ CM を番組と連動することにより目を離せないコツ。これCM は見ないって言うんですけど、でも、この間のその唐沢さんの番組もそうなんだけど、CM をね、見たくなるっていうようなことがあるんですね。で、それはどういう時かっていうと、その、例えば、唐沢さんが好きだから、唐沢さんの、ドラマを見てるとか、スマップが好きだから、スマップが出てる、スマスマを見るみたいな、その芸能人って結局その人の力っていうもので、番組のね、番組の局の力とか、例えば、その番組のね、内容とかではなくって、中に出ている人たちの力で、番組を見るっていう人は結構多いわけですよ。まあ、そうだから芸能人だけですね。で、その時に、その CM に行った時に、その芸能人が出てこないから見ないっていうふうに考えてほしいんですね。で、あるね、その、この間のラストコープもそうなんだけど、そう CM に行ってるのに、番組の、その、自分たちの、その唐沢さんが、例えば CM に出てきたら、しかもその CM がドラマ仕立てになってたらしたんですね。そうすると、CM だったのに、あれ CM じゃなくても番組始まったんかなと思っちゃうんですね。そしたら、結局 CM を飛ばせなくなるんですよ。で、例えば、これは録画したとしても、CM 中に、自分たちが好きな人の、CM があるとなったら見なきゃいけないですよね。だから飛ばせないですよね。だから、そのようなことも必要だし、例えばそれを唐沢さんとかスマップさんとかが、自分たちの今回番組が始まりますよっていうことが SNS とかで発信したとして、で、途中にある CM も私たちが出演してるから見逃さないでねっていうようなことをすると、CM 見なきゃいけないじゃないですか。だから、そういう芸能人のね、力っていうのを利用するってこともできますよねっていうことです。そしてですね、この間、実はこれ昨日気づいたんですけど、なんで広告代理店っていう代理って言葉を使うんだって話なんですね。なんで代理って使うかっていうと、テレビのコマーシャルを流すとき、ラジオのコマーシャルを流すときに、自分たちが直接、CM を流すという、権利がないからですよね。例えばネット広告っていうのは、昔はね、代理店を通さないと広告出せなかったんだけど、今も自分たちが直接管理画面で出せますよね。だったら、テレビのコマーシャルも、直接、自分たちが出せるようなことが、もし可能であれば、そしたら、参入する人がもっと増えると思うし、当然そうなるんであれば、費用対効果っていうものね、効果測定ができなきゃいけなくなるので、そういったことも、明朗になってくると思うんですね。なので、これは相当大変だと思いますけど、その、代理って言葉を外せて、その、CM 出したいっていう人が出せるようになるかどうかっていうことも、大きいと思います。そして最後ですね、キー局と地方局の格差があります。キー局があって、その番組を地方が、買ってるって形になってるんですけど、この枠組みが取っ払われて、例えば、そのネット配信した時には、例えば新潟の放送を新潟県外の人も見ることができるみたいな、ことね。まあ、この、結局ネットに勝とうと思ったらグローバル視点を持たなければ絶対無理なので、そういう、グローバル視点を持つ。その時に、地方局を見れるんだったら、例えばね、さっきのラジコと同じですよね。数百円高いけど見れるよって言ったら見ると思うし、ユーザーが、まあこれはね、もう難しいと思いますけど、ユーザーがテレビ電波を借りて発信することができるようになれば、そしたらね、テレビを見るっていう、人が増えるわけですよね。当然チャンネル数はどんどん増えますけど、まあこのようなことを考えていくと、まだまだね、テレビを生き残る道はあるんじゃないかなっていうことで、提案していました。
はい、今ですね、まあこれ以外もまだまだあるんですけど、今日は15分の中で、テレビ番組が生き残る秘訣ということで、お話しいたしました。いかがでしたでしょうか。インスパイアの北下、ありがとうございました。バイバイ。